キチャンネル。よっ、こんにちは。さあ今日はですね、はい、ちょっと日本球界を揺るがす問題を、はい、ちょっと議論したいと思います。そんな揺るぐんですか？多分揺るぐかもしれない。へー、またあのコリジョンとかのように賛否両論になるかもしれないですけども、うん、もうメジャーでは行われてますけども、はい、今年から、うん、ピッチクロック、はい、日本に、うん、2025年から導入化問題についてです。おー、でももう日本にも2015年ぐらいには2025かぐらいには入ってくる、うん、かもしれないっていう、うん、そのなんか協議するみたいな情報があったんですけど、はい、うん、そもそも今年からメジャーがピッチクロック導入して、うん、はい、ランナーいなかったら15秒、うん、でランナーいたら20秒、うん、とかっていう間でもう投げなきゃいけないっていうところで、まあメジャーが始まって24分か5分ぐらい短縮されてる、はい、時間がもうかなり短縮ですよね。いや、めっちゃ短縮だろよ、うん、正直解説者としてはピッチクロック導入大賛成です。ね、長くても短くても、ね、短い方が早く帰れるしかないからね。そう、うん、でもここあれがね、はい、試合時間を短くしてどんな影響が起きてるのかっていう検証もした方がいいなと思ってたんですけど、はい、ちょっと調べてみると、はい、あの取材した結果、うん、まあ一つの要素として、はい、アメリカで若者のメジャーリーグ視聴数が上がってるらしいんですよ。上がってるんですか？はい、この短くすることによって、はい、うんうん、だそこは一つのメリットですね。なんで短いと視聴率が上がるんですか？あの短いと、うん、まあ、見やすいっていうのもあるしね。あ、いつ終わるか分かんないわけじゃなくて、うんうん、2時間半ぐらいになると、うん、まあ、見やすいっていうのと、うん、でもう一つが予定立てやすいらしいですよ。あ、なるほど。そのもう試合時間早く終わるから、うん、終わった後何するっていうのが、うんうん、予定立てやすい。なるほど。バスケットとかサッカーとかはさ、うん、やっぱその時間で決まってるから、はい、まあロスタイムとかね、うんうん、あったとしても、うん、大体わかるじゃんね、はい、この時間には終わるっていうのが、うんうん、でそうなってくると、うん、終わった後映画見に行くとか、うん、ご飯食べに行くとか、うん、予定も立てやすいし、うん、お店も予約しやすいだし、はい、でも野球は、うん、下手したら4時間コースとか、はい、あるからね。ありますね、うんうん、そしたらあれ待ち合わせに行けませんみたいな感じになって、うん、その予定立てない、立てにくいと、うん、でミドル層以上の、うん、ね、この年配の人とかは、うん、そんなアクティブに動かないじゃんね、はい、球場でアメリカだったら応援したりテレビの前で応援したりそこで酒飲んだりしながら、うん、終わったら別にどこも行かないで家に帰るとか家の中でいるっていうところが多いらしいんですけど、まあ、若い人たちはそこから出かけたりとか、うん、そこから何かしたりしたい人も多くて、うん、そういったところで、まあ、早く終われば予定立てやすいっていうところと、うん、試合時間が短くなって見やすいっていうところがちょっと受けてるらしくて、テンポがいいっていうのはファンとしては見やすさはありますよね。そうですね。だからそれが一つ数字としては、うん、増えてるらしいです。そのデメリットとしたら、うん、その球場でなんかアメリカは飲酒運転の基準が日本の酒気帯びよりもまだ緩いらしくて、あ、そうなんだ。今までは7回まで売って、はい、でそこから売らないでちょっと酔いを覚ましてから車で運転しても飲酒運転なんなかった。オッケーなんだ。そう、アメリカはね。だからみんな7回まで飲んで、うん、でそこから売らないようにして若干酔い覚ましながら車で帰るっていうのがアメリカの文化で、うん、もちろん日本だとダメだけどね、はい、うんうん、でそれが試合時間早くなりすぎて、うん、ビールが売れなさすぎて、はい、8回までにしたっていうね。へー、売るのを、うん、でそしたら酔い覚める前に運転して帰らなきゃいけなくなるから危ないじゃんみたいな、うんうん、でもその球場にビール会社とかもスポンサーで入ってるから、はい、ビールが売れなかったら死活問題だ、ね、うん、しかも野球なんてもう酒飲みながらビアガーデンで野球やってますみたいな、うん、そんな感じですね。感じで、うん、そういったところも楽しみの一つの中で、はい、まあ、そこういうデメリットもあるわけ、うんうん、まあ、その2026年から WBC でも、うん、もうこれピッチクロック導入はもう決まってるのね、はい、へー。でしかも、はい、多分メジャーリーグの選手たちはピッチコンも導入もすると思うんだよね、はい、だからそうなってくるとそれに馴染まなきゃもういかないよね、うん、日本でも。でもできるようにしておかないといけないですね。そうでなってくると、うん、ピッチクロック日本も導入するんちゃうかっていう。ああ、そうか、 WBC でそれが決まってるんだったらそれもできるようなものを作っとかないといけないですね。いけないっていうね、うん、どうですか、賛成ですか反対ですか？ピッチクロックもう回わないですよ。回わない、はあ、もうどんどん投げていきますからですよね。もう気づいたらソロイニング終わってる時あるからね。で私は別に試合が短縮されるのは、まあ、ファンとしては短くなりすぎるのも寂しいなっていう気がするんですよ、うん、なんか2時間ちょっととか2時間半で終わるとあ、もう終わったんだ、うん、まあ、せっかく球場来たのにっていう気もするんです、うん、でもまあまあいいんですけど、うん、プレイヤーとして
その前話したじゃないですか、そのピッチャー主導になるのかキャッチャー主導になるのかっていうので、なんかその関係値とか今までの日本のその関係値が変わってくるっていうのはちょっとなんか寂しい気がしますね、うん、キャッチャーのやることがちょっとこう減るという、うんうんうん、でその中で野球選手全員がデメリットにならないね、はい、もともと早いやついるじゃんね、はい、だから元、ね、あの西武、楽天、メジャーの牧田とか、うん、はい、牧田とかもう早いから、テンポめっちゃ良かったですね、多分ピッチクロック導入したとしても、うん、1ミリも影響ないと思う、ね、はい、打者でも、うん、すぐもう打席行く人もいるから、うん、はい、そういう人たちは、うん、全く影響ないよね、うん、でも、テンポ長かったりとか、うん、間合いを作ってからやる選手にとったら、うん、ピッチャーもバッターも、うん、ちょっとせかされるから、そうですね、デメリットあるんですけど、うん、全員に、選手全員に、アメリカもそうなんですけど、うん、全員デメリットがないっていうところが、はい、全員が反対しないところでもあるんだよね。そうですね、もう早く行きたい選手にとったら、うん、もう1ミリも何も考えなくてもいい。え、キャッチャーからしたらどうなんですか。キャッチャーからすると、はい、ピッチコムもセットじゃないと俺は無理だと思うよ。やっぱサインの伝達がスムーズじゃないと、うん、そうですね、その15秒の中でやらなきゃいけないし、うん、バッターは残り7秒かな8秒ぐらいでも構えとかなきゃいけないわけだから、はい、うん、その中でやるのにはピッチコムじゃないとこんないっぱい出しとけないじゃん、うん、で出したとしても多分1回は首振れると思うんだけど、はい、2回は首振れなきゃと思うんだよ、うん、ってなった時に、うん、はい、もしキャッチャー主導でやるならば、うん、首振られないから楽でいいよね。ああ、そうですね、振れないからね、うん、もうじゃあ1回か1個目か2個目で決めてくれっていう話になりますよね。そう、でも1個目で振ってもそっちよりは1個目が良かったっていうパターンもあるじゃん。あ、なるほど。もう2個目でうなずかなきゃいけないから、うん、いやそっちよりそっちが良かったなみたいな、うん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 、2個目だったら1発目が良かったなみたいな、はい、今までだったら2個目の3個目の4個目のあ5個目 OK でいけるけど、うん、いやそれだったら1個目の方がもうあるから、はい、そこも難しくなる、はい、首振るのが、うん、でもキャッチャーからすると別にこっちはこっちの思惑があるから、はい、首振られないでいく方が楽でいいじゃん。そうですね。だからそんな言うほどキャッチャー的にはデメリットないわけよ、はい、そっか、正直ピッチャーが困る可能性ある、うん、そのだったらもうピッチコムでピッチャーが自分でサイン出すみたいな、はい、そのじゃあピッチコムを導入します、うん、でキャッチャーがもうじゃあリードはしませんってなるのは楽だね。あ、キャッチャーとしてはもうあ、じゃあラッキーなんですか。だって責任関係ないじゃん。はい、責任なくなりますもんね。うん、そしたらもう取って止めて投げて打っとけばいいから。でもリードのやりがいみたいなものはないんですか。やりがい、はい、いや別に、いや、あの勉強する時間も減ったら、はい、そのミーティングとかの資料もつけなくてもよくて、はい、そういう終わってからの、うん、確認もしなくてもよくなったら、そうですね、自分のトレーニングに時間当てれるわけよ。確かに。ウェイトトレーニングだったりとか、はい、まあ、休むこともそうだし、うん、練習もそうだし、うん、明日の日どうしようとか、うん、ね、このピッチャーに対してどうしようっていうところも何もその時間費やす必要ないから、そうですね、自分に当てられるから、うん、まあ、それはそれでいいじゃんね、はい、え、ピッチャーはどうなんですかね。ピッチャー自分主導になるわけじゃないですか。そういう風になったらピッチコムも入れてってなったら、うんうんうん、ピッチャーはじゃあキャッチ今までのキャッチャーぐらいちょっと勉強が必要になってくるってことですか。でも対自分だけでいいからね。まあ、そっか、対自分と対相手の勉強だけしとけばいいから、うん、キャッチャーっていうのは、うん、対みんなのやつやらなきゃいけない。あ、そっか、則本、マー君、岸、滝中みたいな、うん、早川みたいな、全員分、ね、全員分でリリーフもね、はい、鈴木空みたいな、うん、孫みたいなね、うん、で松井みたいな、うん、全員分をやらなきゃいけないけど、はい、こいつではいけるけどこいつじゃここ無理だねとか、うん、でやらなきゃいけないのを自分は1分の1でいいわけじゃん。確かに自分対バッターですもんね、うん、あ、そう、確かに。でもその代わりバッターの反応見えんのかって話なんだけどね、うん、ただ自分の投げやすい球投げていくとそれってどうなんて思うけど、うん、だ今でもよ、はい、あのじゃあ大谷がスイーパーばっかり狙われて、うん、結構基本リーダー増えてます、うん、ってなった時に大谷リード悪いよな配球って言われなくない。言われない、ね、言われてるの見たことないじゃん、うん、でもあれがもし大谷がサイン出してなくて、うん、キャッチャーのオラップとか、はい、他の選手がサイン出して打たれたら、うん、なんでスイーパーばっかり行くんだよ、うん、リード悪いなって言われるわけ、はい、でピッチャーがやると、うん、リード悪いなとか配球悪いなって言われないんだよ。そうですね、あれが不思議で仕方ないんだよ。そうですね。俺らもそうだけど、うん、いろんな人もね、うん、いや最近スイーパーの比率が 50% 以上あって、うん、スイーパーが、うん、狙われてそれ打たれてるから、うん、ちょっと配球変えた方がいいですねとかって言うけど、はい、うん、大谷の配球悪いよなって言われないじゃん、うん、ね、あれなんでなんだろうね。ピッチャーの配球悪いよなって言われない。言われないですね。なんでキャッチャーだったら言われるのに、うん、確かに
になピッチャーのリード悪いが言われないですよね、うん、ピッチャー配球悪いよなとか、まあ、ちょっと球甘かったとか、まあ、そういう風になっちゃう、ちょっとそれ多いから変えた方がいいよ、うん、でまあね、あの今日の動画だけど今日の朝の試合では、はい、あのスイーパーの確率が普段 50% なんだけど、はい、28% に下がって、うん、その分カットスプリットを投げて、はい、そのリードの変更をね、うん、大谷が考えてできたというところはで、まあ、1点しか取られてないからね、うん、相手が対応しきれずに、うん、配球のバランスを変えたっていうのはめちゃくちゃ良かったけど、はい、まあ、それはいつもキャッチャーがやってるんだけどね、うん、でそれをまあピッチャーが自分でやればいいんだ、はい、え、じゃあですよ、 今までのこう話総括するとデメリットがある人は間合いをかなりゆったりするピッチャーぐらいですかと、うん、あの自分じゃ何も考えれないやつでも考えなかったらキャッチャーがサイン出せばいいからいいわけなのよ別に。あ、まあ、そうですね、何も考えられない人はもう1個目か2個目のサインでやればいいって話ですね。そうそうそう、別に首折らないで1個目のサインで全部やっていくからいいから、うん、はい、別に何も考えないやつは今までも何も考えてないんだから、うん、別にねキャッチャーお願いしますって言われるんですね。そうそう、ずっとキャッチャーお願いしますって言うわけだから困らないわけ、うん、そうですね、うん、中途半端に考えてますっていうやつが困るんだけど、確かにずっと考えてるやつは困らないじゃん、うん、中途半端にここだけは俺が、いやそこはあなたがみたいなやつは困ると思うけど、うん、ピッチャーによってもあるわけですね、うん、そう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 、うんうん、ですか、まあ、あとビールが売れなくなるっていうぐらいちょっとっていうところと、うん、あのラジオの解説者が、うん、あのなかなか喋れないっていう、確かに合間ないと、実況のアナウンサーがさ、はい、第9球まっすぐ投げました、アウトコースストレートボール外れました、その間に何々さんってリポーターが入ったりとか解説もそこにするけど、もうあの15秒以内に投げてくるから、でもうでまた第2球とかずっと言わなきゃいけないから、はい、間合いがないから、うん、その解説者も喋るとこないし、うん、でテレビで言うと、はい、あのリプレイほぼない、あ、確かにメジャーの今試合でもリプレイほぼないからね、うん、はい、リプレイする前にもう次対戦始まってるから、ね、前の打席のホームランとか流してられないですね。そうそう、間合いもないし打者もすぐ入ってくるから、うん、もうリプレイほぼないのよ、はい、じゃあ もうもしかしたらラジオ実況が解説なきの実況一人しゃべりっていう、いやそれはないと思うけども、解説者の第1球投げましたっていう実況のやつが減るかも分かんない、あ、短縮バージョンになったりとか、だからまあ絵見てないから分かんないから、投げ終わった後、うん、はい続いてカーブ投げましたとかっていうかもしれないけど、あとはそのラジオの解説する人の能力が問われる、そうですね、うん、スピーディーにあの短い時間で分かりやすく、うん、あの視聴者に絵を見せるっていうことを求められるから、でもリポーターはいらなくなるな、もうそしたらだからそのもう前が大事だね、うん、前ですね、うん、でももう一個まだメリットあるの、はい、あ、メリットが、うん、試合時間が7時からできます、うん、そしたら2時間半とかで終われば、うん、はい、7時から始めても9時半で終わるですね、うん、で3時間かかっても10時でしょ、うん、っていうところで今までだったら6時からやってたのが、うん、7時から試合開始できるようになるんだよ、うん、ピッチクロック導入すると、うん、でそしたら、うん、仕事終わってからの人も初回から見れるっていう、いける、うん、地上波もやりやすいっていう、うん、7時からやっても1回だから、そうですね、6時のニュースとかなくなるじゃん、うんうん、地上波も入っていきやすいし、はい、試合開始を思い切って7時からっていうのにしても夜そんな遅くならないっていう、そうですね、だからアメリカとか7時からの試合開始多いからね、3時間半かかったとしても10時半ですもんね、そう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 、うん、よっぽどのことがない限り3時間半かかんないよ、12回引き分けでも今だったら長いな、3時間10分ぐらいだから、ああそっか、うん、日本は4時間半とか長い試合来ますからね、うん、そう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 、いいんじゃないってちょっと思ってきちゃいましたね、うん、だから今のメジャーのやつ見てると、うん、間合いがどうのこうのってなったりとかなるけどね、うん、はい、まあ、悪くないんじゃないのっていうところで取材してきました、うん、早速、はい、お今あの社会人野球、はい、ピッチクロック導入してるの、はい、今だから社会人野球での人からちょっと取材して聞いてきたんだけど、うん、社会人野球は今年から導入されて、はい、ピッチクロックね、うん、走者がいないと12秒、はい、早いよ、早いで走者ありの場合は20秒で、はい、で試合時間は間違いなく早くなったらしい、うん、でサイン交換はテンポよくやらないとピッチクロック違反取られてしまうので難しさはあります、うん、短くやらなきゃいけないのに、うん、手でやったらサイン盗みされやすくなる、うん、結局はいっぱい出せないから、はい、1個とか2個しか出せなかったらサイン盗みされやすいから、やっぱピッチコムにしないと、うん、あのピッチクロック導入で手でやるとサイン盗みされやすいっていうね、うん、であのいろんな監督とお話したらしいよね、うん、でそしたらビッグイニングが増えたような気がするっていう、へそ試合の中でだから多分そのピッチャーが悪い間の時に、はい、悪いテンポの時にちょっと間を空けたりできないから、はい、悪くなったら相手が良くなるだけで流れが、うん、悪い流れのまま時間に押されるからどんどん行かなきゃいけないから、はい、自分の中でテンポを変えて間合いを変えれないっていう、うん、ところのデメリットがあって、なんかビッグイニングが増えたような気がするって、うん、その監督さん同士では話してるらしい。 あれってどうなるんですか、うん、内野がちょっとこう前でいけないいけないいけない、そうですよね、うん、全然いけない、声かけに
に行けないのか。キャッチャーがタイムかけたらいけるよ、はい、だから日本も今キャッチャーがタイムかけるの3回までなんだけど、はい、もしピッチクロック導入するんだったらそれ5回ぐらいに増やさないと、うん、キャッチャーが間を空ける間を空けて開けれるようにするとピッチクロック違反にならないから、はい、で打者は1打席1回だけ外せるから、うん、だから今3回だけど5回ぐらいにしてもいいんちゃうかと思う。そうですね、そのキャッチャーが出ていくの、そしたらその自分たちで間を作れるっていうところがあるから、ね、じゃあ今までの内野の人がちょっとこうなんかこう声にかけに行くようなのはもう、うん、だからもうちょっとですね、はい、でまあ間のスポーツなのでテンポが一緒になりがちなので、うん、そこがまあ影響してるかなっていうところと、うん、あの社会人も牽制を同一打者の時に2回までは OK で、うん、3回目以降はセーフになったらボークになるっていうところも導入されてるらしくて、うん、12秒だったら首とか2回振れないんじゃないのって言ったら首はもう2回は振れないっつって、バッターボックスルールもあるらしくて、はい、打者の、うん、で打者のバッターボックスルールっていうのはそのバッターボックスから両足を外したら2回目以降はワンストライクになるらしい。へー、だもう打席に入ったらもう打席外せないの、はい、両足をバッターボックス外したら1回目で警告、うん、で2回目以降はもう外した時点でワンストライク取られるから、もうだからバッターも外せない、はい、うん、で試合で出る限りずっと警告だから、うん、あだから1試合通して1回外したら警告だから1打席目に1回外して3打席目にチャンスでツーストライクで、はい、あのもう1回両足外すと三振になっちゃう、はい、三振になっちゃう、うん、その出てる間だから1試合ずっと継続される、はい、あそうなんだ、うん、だからまあ多少の影響はね、うん、あるかも分かんないけどね、うん、ちょっと今あ前欲しいなと思ってもあもう時間取られるから投げないと思ってそうはいけないっていう、うん、野手もあなんかちょっと今外したいけど今外したらワンストライクになっちゃうよみたいな、なるですね、があるけども、うん、まあ結局ね、うん、コリジョンも、うん、申告敬遠も、うん、はい、全部最初文句言ったけど、うん、今もう誰も文句言ってないじゃん、まあ、馴染んでますね、うんうん、あとはそのピッチクロック導入するには、うん、いろんなところにタイマーつけなきゃいけないのでっかいの、はい、あ そ, うですその設備投資がいるっていうね、うん、っていうところがある、はい、であとは日本は地方球場行くから、うん、地方球場にもそのピッチクロックをその時だけつけるのでもいいけど、うん、つけなきゃいけないわけ、はい、いろんなところ審判からも見える、うん、バッターからも見える、でピッチャーからも見える、うん、ね、でキャッチャーからも見える、うん、でみんなから見えるピッチクロックっていうか、うん、その時計をいろんなところにつけなきゃいけないわけ。そうですね、今だって外野に2個なんか一塁側ファースト側とか、うん、いろんなところについてるから、うん、でそれの資金の投資が ね、うん、そうですね、本球場だけじゃなくて地方球場する時もいるから、うん、そこら辺はどうなるのかなっていう。難しいですね、メジャーは地方球場とかないからね、はい、たまになんかあのヨーロッパとか行ったりも試合するけどね、うん、だそういったところの設備投資はいるかもわかんないけど、はい、メジャーの試合見てたら、はい、いっかと思っちゃう。まあなんかできるなって感じですか、うん、ピッチクロック導入もそんなにほど悪いこともないし、うん、頭ごなしに否定することもないし、うん、ランナーいない時16とかでもいいかとかも思うけどね、1秒増やしてね、うんうん、でもまあまあ入れてもいいんちゃうかって思うけども、でもその1秒が大きいんですね。そうそうそう、大きいと思う、うん、まあ、それがどうなるかっていうところはね、はい、今後あると思いますけど、うん、皆さんはね、はい、このファンの皆さん試合見てるわけだからね、うん、そのピッチクロック導入して早く終わればね、はい、その後の予定立てやすいとかね、もしくは日帰りできるとかね、うん、ああ電車新幹線の時間取りやすい。そうそうそう、だからね仙台とかでも盛岡から見に来てたけど、うん、あ帰り帰れるねとかね、うん、ナイターでも日帰りできるっていう可能性も出てくるんでね、うん、そうですね、そしたらもっとね見える人も拡大するし、うん、まあ皆さんで、ねうん、撮ってどうなるかっていうところはね、コメント欄にぜひお寄せください。はい。